こんにちは、ザツです。今日はですね、コスパに定評のある道民院の旭川をご紹介いたします。ホテルの横に駐車場がありまして、そのままエントランスに入ることができます。でエントランスにありますのが、コーヒーメーカー、でこちらでウェルカムドリンクを飲むことが、できます。コーヒーは普段とかにもそう。それではチェックインをしておりまして、結構いろいろな情報が置いてありまして、夜泣きそばの案内と朝ごはんの案内等ですね、書いてありました。早速ウェルカムドリンクのコーヒーの方をいただくことにしました。ウェルカムドリンクということなんですけども、ずっと置いてありまして、いただくことができます。こちらの方は最近でもですね、よくコンビニにあるタイプと同じような操作で使うことができました。で従業員さんにいきなり声をかけられて、ビクッとしてしまったんですけども、子供たちの、パジャマをですね、用意してくれるということで、用意していただきました。チェックインも済みましてお部屋へ向かいます。相手してくれてすいませんすいません。それで今回は2階ということで、1階のエントランスからほど近い場所に、お部屋を用意していただきました。こちらはルームキーを挿して、電気をつけるタイプのお部屋ですね。中には鍵がもう1個ありまして、出入りは、家族連れの出入りは自由になっています。で今回のお部屋は、和洋室ということで、5人ですので、こちらぐらいのお部屋の広さがよろしいかということでした。セミダブルが、2個ですね、言ってますね。で和室の方でお布団が2つ並べるようにしてありました。このドーミーンといえば大浴場なんですけど、お部屋にやはりお風呂の方が用意してありまして、バストイレ、付きのお部屋になってます。それぞれアメニティの方もですね、用意されてまして、快適に過ごすことができました。早速ですね、屋上にあります温泉に、向かうことにしました。こちらには人工温泉があるということで、利用させていただきました。で場所は、10階建ての10階ということで、一番上の階にあります。こちらはですね、休憩室と、マッサージ大浴場がついてます。で中の方はですね、さすがに撮影することができませんでしたので、写真の方を用意します。こういう形に、なってまして、結構ですね、広くて快適に過ごすことができました。それでお風呂を上がってですね、ちょっとしたら、夜泣きそばの時間だよということで、道民院名物の
夜泣きそばを食べに行くことにしました。子供たちがですねアレルギーでちょっと食べることができないので、家内と2人で利用させていただきました。結構私たちの他にもですね 2,3 組、いらっしゃいまして、まあ、時間的に21時30分から23時までだよということで、夕食を食べてお風呂に入ってうなきそばを食べるという流れになりました。こちらはですね朝の朝食会場でも、使う場所になってますので後ほどまた出てきます。引き換え券をもいただいてですね、まあ 2,3 分でしょうかしたら、呼ばれまして取りに行きました。こちらはですね、まあ、結構食べられた方多いと思うんですけども標準的な醤油ラーメンということになってます。結構ですねお出汁が効いてて私好きなんですけども、ぜひですね利用されたらこちらの方、利用していただきたいと思います。夕ご飯を食べてですねお風呂に入ってさらに夜泣きそばというコースで行ってまして、もうものすごいお腹いっぱいでですね非常に満足、した旅行になりました。お疲れ様です。コーヒーもらっていい？夜のコーヒーということでまたこちらの方の、ドリンクサービスを、いただきまして、まあ、お部屋に持って帰っていただきました。よし行きましょう。北海道って感じだな。うん、これもね。もうめっちゃ見たくなる。うん。やばいな。ね、ずっとパンパン。これ。冬もいいね。冬もいいね。夏来てみたいのかなったか、冬もいいねになったね。ということで夜泣きそばを食べて、寝まして朝になりました。お部屋からの眺めはこのような感じになります。朝ということでまたホテルのですね朝食をいただくことにしました。こちらの道民院ではですね結構朝ごはんが豪華ということで有名で結構楽しみにしています。結構ですねその地方に合わせた朝食を用意しているということで北海道は北海道産の海鮮などが、楽しめるようになってます。で1階の方のレストランに向かっています。結構ですね、ウイルス対策でですね、消毒用のアルコールディスペンサーが各所に用意されていました。それでは朝食メニューの方を取りに向かっています。こちらの方ですね、お弁当なんかも用意されてるみたいで、結構こちらの方、食べてる人が多かったです。まあ、海鮮丼を用意していただけるということで、まあ、私たちの、アレルギーですね卵がちょっとありますので卵の方を抜いてくださいということでお願いして、それに対応していただくことにしました。卵2つお願いします。はい、
見てください、朝からこれすごいですよね、海鮮丼、イクラがたっぷり乗ってます。あ、はい、2つ。いや、あのこちらのごぼうの味噌汁もいただくことにしました。両方ともお願いします。今はですね、あのバイキング形式というよりも、小鉢を用意していただいてまして、そちらの方は取っていく形になってました。海鮮丼いただいたんですけども、あのパンの方もですね、いろいろと種類がありまして、パンとヨーグルト、あとドリンクなども用意されてました。ということで朝のご飯はこんな感じの超豪華メニューになってます。昨日の夜の夜泣きそばからですね、朝のあのこの頃から、朝食から、至れり尽くせりで、もうお腹がパンパンです。ごちそうさまでした。ということで片付けをしまして、お部屋に戻って出る用意します。基本的には全部すべてセルフサービスになりますので、片付けもすべて行います。はい、着替えてもう行く用意しようか。お待ちも、お待ちも、宿題なんかする？見ちゃいか、見ちゃいか、リンちゃん見ちゃいか。ということでチェックアウトの準備をしまして、お外に出ます。ちょっとですね、お部屋の方が、元喫煙室かなんかだったのかはわからないんですけど、ちょっとタバコの匂いがしたんですけども、まあそれ以外はふかふかのベッドで、ゆっくりすることができました。道民院といえば温泉ですね。温泉とコスパ最強の朝食、こちらがおすすめです。この日はですね、旭川から札幌を抜けてシャコタンの方へ向かいました。シャコタンの方はこの時期ウニが有名ということで、ウニをいただきに、向かいました。こちらもですね、確か2時間半から3時間ぐらいかかっての移動になったと思います。で、チェックインの方、チェックアウトの方、している状態になります。もうすんなり終わってすぐに、出ることができました。北海道ぐるぐる回ったんですけども、全然疲れもなくですね、ゆっくり過ごすことができまして、大変、良いホテルだったと思います。それでは今日のところはこちらで、ご視聴ありがとうございました。一旦が一番大変、ごめんね。やばい。